香港健太チャンネル健太です。おはようございます。では本日も早速やっていきましょう。本日1月18日火曜日です。現在時刻6時49分です。本日最高気温18度、最低気温15度で晴れ時々曇りだそうです。降水確率は 10% 以下なので雨の心配はないかと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は7名でした。うち6名が国外からの入国者です。国内感染者は1名でした。死者は0名です。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。2日前の数字でワクチンを1回以上接種完了しているのが513万3291人、人口の 68.6% でした。必要回数以上のワクチン接種完了しているのが472万4164人、人口の 63.1% でした。ブースター接種済みが65万6335人、人口の 8.8% でした。以上コロナ関係のニュースです。さあ本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時17分です。ビットコインの価格は42,226.96ドルでした。ここ24時間の値動きを見ていてもやっぱ徐々に落ちてきてますね。さあどんな感じで動いていくのかちょっと楽しみです。以上ビットコインの価格でした。そうビットコインといえばね、昨日ちょっといろんな事件があってですね、ウォレットからねお金が引き出されるという事件があったんですけど、まあご存知の方はいらっしゃると思うので、誰とは言いませんが、そうですね、いやー本当ねそういう事件を聞くとすごい怖くなるんですが、その後ちょっと対応がどうなったのか後で確認してみようと思うので、明日の朝にでもご報告させていただきます。さあここのとこねやっぱりちょっとずつ涼しくなってきて、これから旧正月に入るんだなという、そんな気分にさせてくれる感じですね。そろそろね旧正月に入るので、お年玉の用意だとかそういうのも始めないといけないなというので、動き始めてますといってもちょっとね遅いぐらいそうもうさっさと用意すればよかったのに全然用意できてないっていうね私あるあるなんですけどね、そろそろ銀行に両替に行かないといけないなと思ってます。ピン札のね、あとですねなんかピクセルフォールドが今年にでも出るそうだみたいな話が噂になってますね。いやピクセルフォールドすごい興味あるんですよね。フォールドっていう名前じゃなくてブックって名前になるかもしれないなんて噂も出てましたね。でスペックとかもいろいろまだね予測というかあくまでもね流出情報をもとにいろいろとこう皆さんがね試行錯誤してで、調べるというか想像するっていう今段階ですね。まあ、何よりもね新製品発表よりもこの試行錯誤でこうどんなのが出るのかなって考えてる間がね なんだかんだでね一番楽しい時期なんじゃないかなと思うんですけど、いや私 Pixel 6 Pro をね使ってるんですけど、いやこれがフォールドタイプ、まあ、要はタブレットタイプに変身するようなやつになったら最高だなと。とはいえね、ただ Android で私やっぱやりたいのって結構写真を撮るのが、気に入ってるので、 Android 端末でね写真を撮りたいんですけど、フォールドタイプサムソンですらちょっとカメラは質を下げてきてるんで、Google Pixel Fold が出たとして、今ねみんなはその Pixel 6や5と同じカメラを積むだろうって言われてるんですけど、まあ5と同じなら可能性はあるかな、6と同じはねちょっと難しいんじゃないかなと思ってます。とはいえねタブレットタイプでいいカメラ積んでるスマホっていうかタブレットが出たらねそれはもう最高にいいと思うので、さすがにタブレットタイプでいいカメラ積んでるのってなかなかないんで、そういう意味を含めても Google Pixel Fold ね期待大かなと思ってます。いやーほんと早く出ないかな
まあ出ちゃうとね、あのスペック分かっちゃうんでね。でもそれ出たらね、今回はそれを買いたいなと思ってるんで、いやー楽しみですね。なんか夢物語を話してたらもう事務所に近づいてきたので、本日ここまでとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。ちょいきんまたね、バイバーイ。